溝口裕二氏のにケン君マネージャーに対する脅迫、捏造騒動で新事実が暴露され話題になっています。にケン君のマネージャーサイファー松井氏と溝口氏のトラブルはブレイキングダウン12のアンチ企画より始まりましたが、企画に出演した松井氏は、僕は目の前に座ってらっしゃる運営の皆さんを腐ったみかんだと思ってます。今回大阪喧嘩自慢の方が逮捕されましたけど、逮捕されたっていう事実がある以上それは間違いなんですよ、などブレイキングダウン運営陣を痛烈に批判しました。それに対し溝口氏ら運営陣は不起訴でもと反論、言い返せなくなった松井氏の不自然な挙取り顔がアップで映し出されて彼の発言シーンは終了しました。しかし放送後に松井氏はその裏側を暴露し、不起訴でもって聞かれた後に、僕反論してるんだよね、そもそも不起訴になったって逮捕されてるんだから不起訴だからいいって問題じゃないでしょって、そしたらさ、言い返した部分丸々カットよ、ありえる、びっくりしたよ、あそこカットするならなんで呼んだの、と反論部分が丸々カットされていたことを明らかにしました。さらに驚くべき事実があったようで、松井氏は続けて、なんであんなに挙動ってたんって話なんだけど、あれね、別のシーンなんだよ、あまりに僕が強い言葉を使ったからか知らないけど、お前帰れよ、これ以上調子に乗ったこと言うんだったらお前にケン君のマネージャーだよな、今後にケン君はブレイキングダウンに出さねえよって言われたのよ。そりゃ挙動るよ、その挙動った顔をバチッと抜かれて、不起訴の下りとガチャンとくっつけられて、ああいう恥ずかしめにあったのよ、ありえなくないマジで、と脅迫や捏造があった事実も暴露しました。ここまでは前回の動画でも解説しましたが、この件で溝口氏による悪質な捏造や印象操作が明らかになり、ネット民からは、これが本当なら溝口かなり残念やぞ、溝口らしい手口やね、編集で溝口をいい人に見せようとしてる、など批判の声が多く寄せられました。それを受け溝口氏は5月17日に X にて、サイファー松井とかいうやつの件に関しては我々4人に対して腐ったみかんとか最初に絡んできたくせに面倒だな、ちなみににケン君を出禁にするなんて一言も言ってないけどな、マネージャーという立場で自分が目立ちたいからといって、ただでさえ試合数が限られて狭き門になってる中で選手の足を引っ張るような振る舞いをするのはどうかと思って腹が立ったのはある。仲間のために歯を食いしばって、たとえ言いたいことがあっても言葉を選んだり我慢したりするのも時に大事だと思うよ。まあ未公開映像とか出ると思うからキッズたちはそれを確認して、などと反論しました。この投稿が炎上し、ネット民からは、それなら初めからアンチ企画やらなくてよかったやん、物申す時間に物申されて嫌ってどうなってんねん、その未公開映像に編集が加えられていない証拠はありますか、など批判が殺到しました。またこの溝口氏の投稿に対し松井氏は新事実を暴露し、オーディション中もっとアンチらしくしてほしい、いい人に見えちゃうって言われたから腐ったみかんって言ったのに、それでガチで腹立たれたらもうわからん、と腐ったみかん発言の裏側も告白しました。溝口氏のにケン君を出禁にするなんて言っていないという発言が本当なのであれば、松井氏が言っていた挙取り顔の捏造の下りは丸々嘘だということになりますが、どちらが本当のことを言っているのでしょうか。いずれにしても真実を明らかにするためにノーカット版を公開すればいいだけなので、そこまで難しいことではない気がしてならないです。数字も取れるでしょうし。それではまた次の動画でお会いしましょう。